Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。7月6日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋お送りいたします。今日はですね、この名古屋のねスタジオもですね、夏の装いでね、王子もですね、ジンベエを着ておりますけどね、ちょっとかっこいい感じになってますね。滑り王子マスクマンでございます。はい、今週 FM ギノワン、FM 小沢は、浴衣ウィークということで、せっかくだから、名古屋のスタジオも夏っぽく祭りっぽく仕上げて、テンションマックスな味噌煮込みスキーと、私これジンベエなんですけど初めて来たんですね。意外とあれですね、スースーして、なんかいろんなところがスースーして、なんだろうなという感じに思ってるダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは、シャッ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 。今週のテーマはショッピングです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。ロックグループ、スクガラス、ボーカルのカオリーさんになります。22時13分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル8ザ・カバーズ絶賛発売中。大城バネサの R サプライ陸上海上輸送一貫サポート、東海共和沖縄の紅芋丸焼き誠餅店、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、そしてですね、今月より新たにスポンサーさんになっていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。広告客、ノベリティ制作お待ちしております。FMJG。こちらのですね、FMJG さんですけども、はい、事業内容はですね、はい、各種デザイン業、広告代理業ということでございます。末永くよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以上、こちらの提供で、キウナ名古屋、お送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールご紹介したいと思います。はい、ですね、まずはですね、先週のね歯のテーマでね、はい、来ておりますので、はい、銭形警部からですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、お願いいたします。昼夜仕事付けを19年もやっている私は長い間歯医者に行ってないですね。そのため左奥歯の一つは虫歯で歯が欠けていますが、時間とお金に余裕があるときは歯医者さんに行って虫歯の治療をしたいですね。あら、早く行ってください。痛くなります。大変です。痛くなります。結構虫歯になってる箇所は数箇所あるかもしれませんね。お三方は虫歯はございますかということですけども、王子ね、結構ね、まめに歯医者行く方ですので、うんうん、虫歯じゃないですけどね、もともと歯茎が弱いんですよね。うん、でそうするとね、なんかしたことでちょっとこう腫れたりするっていうね、うん、うそういうことがありますけどもね、歯磨きはしっかりしましょうということでございます。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では先週と同じく歯のテーマでいきますね、はい、読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。
ありがとうございます。今週のテーマ、歯。虫歯になりにくいと言われた私の歯ですが、逆に歯周病になりやすいようで、30年近く歯医者さんに定期的に通い、歯の掃除をしてもらっています。ただ私はめんどくさがりなので、どうしても歯の周囲に歯石がこびりついてしまいます。歯周病や歯槽膿漏に要注意です。ということです。そうですね。そうですよね。でもね、年齢とともにね、いろんなとこ弱くなりますので ね。そうなんですよね。よくね、言うのはね、歯をね、強く磨きすぎても、こう、歯茎に良くないって言いますもんね。ああ、私、割れました、この前、歯医者さんで、ね。だから、優しくブラッシングっていうのをね、言われますね。はい、続いてですね、はい、これもですね、歯のテーマでいただいています。はい、ありがとうございます。泉さんの特急サザンさんからです。1ヶ月かけて前歯と左上奥歯の治療中で、明日歯医者に行ったら治療完了です。あ、結構長いですね。いっぱい1ヶ月ぐらいかかるんですね。もう二度と歯医者に行きたくないので、歯をしっかり磨きたいと思っています、ということでございます。やっぱり歯磨き大事ですからね。歯磨きは大事ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では今週のテーマでいきますか。そうですね、はい、はい、じゃあ私からいきますね。はい、はいはい、なんと初メールが来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。初メールです。王光と申します。ありがとうございます。ありがとうございます。放送を見に来てくださり、みそにこみすきーさんが僕の放送をツイートに書いてくれて嬉しかったです。ありがとうございました。あ、王光さん、王光さんは、はい、FM ギノワンの金曜日、あ、まあ、厳密に言うと土曜日なんですけど、金曜日の24時ですよね。はい。からね、放送してるんですよね。そうですね、はい。FM 技能はもう深夜枠がありますので、はい、深夜放送みたいで、本当に、みたいっていうか、深夜放送らしい内容で面白かったですよ。面白かったですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。テーマ、ショッピング。奥さんが単身赴任になって、一人暮らしが始まってから、スーパーでの買い物がちょっとした趣味になりました。初めてのスーパーでは、まず野菜の値段を見て、そこからお肉の値段はどれぐらいなんだろうと見るようになりました。女性のみそにこみすきーさん、買い物術などはありますか、ということです。はい、買い物術はズバリ、あんまり買い物に行かないことかな。うん、たくさん行くと余計なものをいっぱい買ってしまうので、そういう余計なものを買う回数を減らすために、買い物をなるべくまとめ買いするようにしてます。そうだよね、そうですね、うん、っていうのが私の買い物術です。そう、うん、そうだね。だから行っちゃうとね、余計なもの結構買いますよね。そうなんですよ。結構ね、その目的のものしか買わないタイプの人もいるんですけど、はい、私は思いっきり余計なものを買うタイプなので、買い物の回数減らしてます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、敗退名古屋チームの皆さん、こんばんは。ホークスの調子が悪いと、あら、私も悪い、アレックスです。あら、あれ、今調子悪いの？あれ、調子悪かったのかな。あら、そうですか。いい選手いっぱいいますけどね。機嫌が悪くなる。あ本はほぼアマゾンで買います。コロナ禍になってますますネットショッピングですね。最近は猫の餌もネットですね、ってことでございます。そうですよね、重たいからね、うん、結構運んでくれる方が楽ですよね、きっと。猫ちゃんの餌とかね。そうだね、今ネット販売ってね、なんていうの、いい言葉って言い方変ですけどね、まあ、当時はね、よくね、通信販売ってはよく言ってましたね。通信販売、はいはい、久しぶりにその縦文字で聞いたな、うん、そうだよね、うんうん、はい、いわゆるそうだね。何その、見切らないと。ね、そう、ね、か、なんかもっと反応するかなと思って。いや、なんかちょっとなんか、いや、また見切らん感じだったよね。なんか言うんかなと思って。いや、はい、結構このフレーズね、ダンサーズ本当は好きなんだけどね、はい、通信販売って言葉がね、なんか見切らないね。見切らないね。じゃあ次行っていいですか。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。ダンサーさん、みそさん、スクのように澄んだ瞳の滑り王子。はい。ゲストの香里さん、こんばんは。杉山清高と嫁がドライブ。いや、これ、シャレなんだね、うん。杉山清高の嫁がドライブのシャレで、杉山清高と嫁がドライブ、赤、シュプリームです。ありがとうございます。シュプリームです。ありがとうございます。つかみどころがよくわからない。ちょっとつかみきれなかった。ごめんなさい。すいません。あ、王子はスクとスクール水着はどっちが好きですか？それはスクール水着ですよね。
はい、おだまり。テーマショッピング、ママとアマゾンプライムデーの罠にかかり、あれこれポチりまくりましたが、なんだろう、5TV スティック 4K はほんま買ってよかったです。あ、なんかプライムデーのテレビ話題になってますよね。Apple TV を長年使っているので、ずっと購入を躊躇していたのですが、アレクサとおしゃべりは楽しいし、Amazon プライムビデオは三国志をはじめとする大好きな中国ドラマはたくさんあるし、設定次第ではラジコのプレミアムまで聞けてしまう秀逸ぶり。なんならもう一台買おうかと悩んでいるので、次のセールが待ち遠しいです。ということです。ああ、アマゾンプライムのね。ね、テレビ結構話題になりましたよね。何インチだったっけ ?19,300円。すごい。うん、なんか40インチだったっけ、うん、なんか、すごく安く売ってましたよね。あ、うん、あ、そうなんだ。ああ、はい、うん、話題になりましたね。はい、次のセールあるのかな、結構あるんですよね、ああいうのって。ね、セールってね。はい、ということでですね、うん、CM の後は、ゲスト電話コーナーです。スクガラスの香里さんです。キウナ小屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくは誠もち店で検索。FMKG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。キウナ小屋。はい、電話ゲストコーナーです。今夜は、ロックバンドスクガラスの香里、ボーカル香里さんになります。こんばんは。こんばんは、どうもです。 どうもこんばんは。ダンサーズでございます。はい、香里です。はい、ありがとうございます。香里さん、改めて自己紹介の方お願いしてもいいですか。はい、はい、スクガラスというバンドでボーカルをしています香里と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。私、4月にですね、はい、ネット配信の方の、はいはい、
スクラさんの方で、いろんなバンドさんが、集まったもののネタ配信を私見ましたけども。あ、はい。はい。最近はこういったネット配信とか活動っていうのは何かされていらっしゃるんですか？そうですね。このコロナ禍になってからは、はい、まあ、ライブする回数とかちょっと減らしている状況ではあるんですけども、無観客の配信で何とか、はい、ライブをしているっていう状態ですね。あ、そうなんですね。はい。私、実はあれは2年だったか3年前かでしたかね。はい、オリオンビアフェスタで、はい。はいはい。日本のお邪魔した時に、そうでしたね。お話しさせていただきまして、で、はい、時に某有名リスナーさん、まあ、はいはいはい、はい、某リスナーさん、アイさんにしときますけども、アイさんも、はいはい、アイさんがいることを知らなくてですね、はいはいはい、アイさんに、スクガラスさん、その時に紹介していただいたということで、実は私も、そう、そういったイベントがあるの、実は僕、ごめんなさい、知らなくてですね、で、本当にこういった企画があるんだと思って、すごく見て、で、その時の CD も、ちょっと買わさせていただいたっていうことをさせていただいたのが、ね、初めての出会いなのかなと思ったんですけども。はい、そうでしたね。はい、某アイさん、某アイペイさんです。アイペイさん。ええ、イケメンペインターさんです、ね。はい。はい。はいはいはい。その説はどうもありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。はい、で、実はその時にもですね、一緒にいたもの、はい、今、隣にいますので、はい、変わります。はい。かおりさん、ご無沙汰しております。みさにこみすきです。はい、ご無沙汰しております。どうもどうも、かおりです。お元気でしたか？はい、ありがとうございます。ね、ガールズコレクションという、はい、女性の、はい、主にボーカルされている、そのバンドの、ね、オリオンビアフェスタでね、はい、生演奏を聴かせていただいて、もうすっかり、はい、もうノリノリで CD 買って。で、今、ちょっと画像で見ていただける方には、この CD もちょっと、飾らしても、ちっちゃいな。で、ですけども、もうあれから結構私はヘビーローテーションで聴いて。いや、ありがとうございます。あの時はね、まだまだすぐにライブの邪魔できるかなって思ってたんですけれど、うん、ちょっとね、こんな状況になりまして、ね、今年4月に、レキオスのシミフェスティバルで、ね、うん、配信を久しぶりに、もう演奏を聴いて、はい、本当にライブ行きたいなって思って。やっぱり。それだけで嬉しいです。で、まだまだちょっとね、なかなかライブハウスでっていうのは、うん、なかなか厳しい状況ですけれどね。はい、またライブがあればお邪魔したいなと思っております。はい、はい、ぜひぜひ、ありがとうございます。で、で、なんかもう一人、ちょっと、喋りたいものがいるので、ちょっと。ちょっと変わりますね。はい、どうもどうも、お疲れ様でございます。あ、どうもです。滑り王子マスクマでございます。はい、今日はですね、存じております。ありがとうございます。今日はですね、王子の部屋にね、来ていただいてね、とっても嬉しいですね。おだまり、おだまり。今日はね、もうね、女性のゲストという時はね、王子ね、テンションが上がりますので、やっぱりこのね、王子の部屋のね、オープニングはですね、ちょっと一言ね、言わせていただきたいと思いますね。え、何下げろって言うのこれ、BG。え、BG ダメじゃん。リバーブを。今ちゃんと。リバーブが。はい。いくよ。ヘロースクガラスガラスガラス、今夜は香りが主役だぜ。これなんかかっこいいでしょ。地獄を見るわよ。あれ、お引き取りください。ね、これ、とっても今テンションが上がってね、王子結構良かったと思ったんだけどな。本人は一生懸命ロックバンドバージョンでやったのね。うん、そうだね。もういいかな。え、もう終わり？うん、今日ちょっとね、かおりさんにお話しいただきたいことが。あ、あるの？ええ、本当はね、王子もですね、滑りタンバリン奏者ということでね、一応ちょっとこの、一緒に参加させていただきたいなっていうお話をしようかと思ったんだけど。今ですね、お引き取りください。今ね、ツイキャスで、はい、ね、はい、あ、
テッテレイの人だって言って、坂健さんがツイキャスで、そうね、JT さんのライブで、リュウキのライブで、ちょっとご出演されたんですよね。某テッテレイの人ですね。はい。見ましたよ、私も。はい、すごい、なんか、すっかり、忘れていましたけれども、はい、ね、やはり、ファンの方は覚えてるんですね。はい、で、ちょっと僕がお話ししたかったのは、香織さん、そういえば、医療従事者ということで。はいはい、そうです、そうです。で、まあ、ツイッターの方でもコロナワクチンを接種されて、副反応が出てたっていう話だったんですけど、はい、どんな感じだったんですか？はいはい、ですね、私4月に受けたんですけども、はい、1回戦はさほどそんな副反応は強くなくて、まあなんかちょっとやや倦怠感があるかなぐらいで、風邪筋肉痛みたいな感じだったんですけど、はい、2回目がやっぱり発熱ありましたね。熱どれぐらい出たんですか？38.6 度くらいまで行って、その時に、セットアミノフェンを服用して、はい、っていう感じでしたね。ああ、どれぐらいの期間熱出てましたかね？ですね、この2回目のこの接種後の、ま、大体12時間後ぐらいから、この、悪寒というか、倦怠感が強くなって、はい、で、発熱して、はい、で、まあ、解熱剤飲んで、その日、翌日っていうんですか、翌日はちょっと微熱経過で、過ごしてっていう感じでしたね。そうするともう3日目ぐらいからはもう下がったというぐらいですか？そうですね。金曜日に行ったんですけど、まあ、土曜日はずっとお家で安静に過ごして、で日曜日から仕事に出かけて、日曜日の午後からは普通に体調もいつも通りっていう感じでした。そうなんですね。で、私も実はですね、1回目接種したんですよ。で、その後ですね、実は翌日が腕が痛くて手が上がらないぐらいまで、はいはいはい。出まして。で、その3日後なんですけど、うん、歯茎が腫れまして。歯茎が。あ、へぇー、歯茎が腫れて、で、はいはい、まあ、もともと神経抜いてた歯で歯茎が腫れやすかったんですけど、もうパンパンに腫れて、痛くはないんですけど、もう違和感があったっていう。そんな、で、これが3、4日続いて、徐々に引いていったというふうなんですね。あ、そうだったんですね。ところで、まあ、こんなような副反応はあったんですけど、実はこの、先ほど喋ったの滑ってる男。はいはい。一回目接種したんですよ。うん。はいはい。しましたね。でもね、全然、ちょこっと違和感あるのかなっていうぐらいで、うちにですね、3キロのダンベルあったんですよね。で、それちょっとやってみたらね、会長でしたよ。やっぱりコロナワクチンも滑ってるんですよ。これすごいですね。うん、全然ナイス滑りですね。滑り緊張です。今最新のワクチンまで滑らせるっていう、まあどういう菌なんですかね。ね、香織さんね、この番組ね、教養番組でございますのでね、それ滑ることはね、私言いませんよ。ね、いつもこうね、しっかりしたお話をしてるつもりでいるんだけど。お黙り。みんながね、そうじゃないみたい。よくね、王子滑ってるよって言われるんですけど。自分では全然そうじゃないんだよね。いつもしっかりした話してるよね。お黙り。今日もそうでしょ？オープニングから。ツイキャスで、葛飾の陳さんが、はい、あさって、職域接種の1回目なので参考になりますということで。そうなんですね。あと、ジミサドの特急サザンさんも来週の水曜日、1回目接種しますということです。あ、やっぱりね、はい、ちょうど今ね、そのタイムリーというかね。そうですね。葛飾の陳さんと、特急サザンさん。この滑り王子の、意見は、全く参考になりませんので。だってさ、かおりさんもそうだよね。参考にならないですよね。そうですね、却下で。そしたら、今度ね、滑り菌をね、摂取するように、皆さん。うん、どうかな、うん、もう、うん、ざ、り。ということでですね。はい。なんか中途半端だなぁ。いや、もう、ちょっと散らかってるから、もうちょっとまとめたいと思いますので。あら、そうなの？はい。また、かおりさん、何か、近々何かこういったイベントは、あるんですか？はいはい。一応、まだ情報は解禁にはなってはないんですけども、計画中ですか？予定としては、9月にちょっとライブがありそうな予定でして。わかりました。また、そういったものは、そういった情報は、ツイッターなどで。はい。
あ、そうなんです、ね、情報、そうですね、解禁できると思いますので、また後日って形で。はい。はい。ぜひです。Facebook の方も、スクガラスさんにされてたと思いますので、はい、ぜひ、はい、カタカナでスクガラスと検索していただければと思います。はい。はい。ということで、すいません、お時間となってしまいました。いえいえ。はい、本日のゲスト、スクガラスの香織さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。キユナ坊や。はい、メールご紹介したいと思います。はい、はい、お願いします。あら、今日これいい感じですね。はい、何、はい、ミスターマスク王子、はい、ダンサーズさん、みそにこみすきーさん、こんばんは。埼玉のゴーです。ゴーです。ジャパン。そこまで書いてないよ。あ、そうだね。はい、コロナ禍の影響でショッピングは人が少ない朝市で行っています。車で15分ほどで日本一大きな越谷レイクタウンっていうところがありまして、うん、そこに和下ショップ越谷レイクタウン店があるんです。毎回子供たちにブルーシールねだられますが買っちゃいますね。してから僕はそば麺、かまぼこ、仲良しパンを鉄板で買いますということでございます。なかなか、うん、ね、沖縄に行けないですからね。本当そういう風になりますよね、やっぱりね。ワスターショップは沖縄のアンテナショップですよね。そうです、そうです、ね、はい、はい、はい、ね、ということで、はい、ちょっと追加接種ナバーモノトロさん、はい、滑りワクチンどこで接種できますか。やめた方がいいです。王子が販売してますので接種さえもうなんか勝手に自然感染しそうだもんな。やめてほしいですね。ね、ほら、ほら、葛飾のチンさんも、うん、はい、スベリキン感染力強そうって。はい。でも大丈夫よ。お二人はもうね、すでになってるからね。長いこと免疫がね、ついてるから大丈夫だと思いますよ。お引き取りください。あら、はい。ということで、エンディングですね。もうエンディングなの？はい。はい。来週のテーマはまだまだ、あれ、はい、どうぞ。来週のテーマは注射、インジェクション。来週のテーマは注射です。この番組は広告企画ノベリティ制作お待ちしております。 FMJG 沖縄の紅芋丸焼き誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日も聞きくださいまして、はい、ありがとうございました。リナママさんも、ネットで洋服を買うことが多くなりましたということで、はい、ね、シナマモノトロさん、刺す方の注射です。あ、そうですね、あ、はい、カズ兄さんは最近のショッピングは仕事終わりにコンビニでビールとつまみを買うぐらいかなっていう、はい、これ何言ったい。今ね、ダンサーズから、はいって言われて、Q が出たからね、うん、閉店ガラガラだと思ったら終わってたよね。終わってたね。はいって言った時にもうね、うん、もう28分何秒だった、うん、と思って。見てたんだけどね。ね、今日はね、ちょうどいいところで Q くれたなと思った、ね。残念でした。はい、いろいろね、ツイキャスが読みたくてしょうがなかったんですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。ヒデスさんもありがとうございます。はい、長谷川さんも。タイマラミで。ということで、はい。ああ、はい、ありがとうございます。まだ紹介しきれてないよ。